エストレージャーに入ってどのようなことが変わりましたか？非常にアクティブになって、目標を持ってみんなで共有してお互いに高め合うことができて、非常に休みの日が充実するようになって人生にメリハリができました。はい。エストレージャで生活がどのように変わりましたか？エストレージャだけでなく、ソーシャルフットボールを通して人と関わることの大切さを学びました。それでいろんな人に支えてもらってるってことがすごい理解できて、これからも自分も社会に貢献できる人間になりたいなと思いました。以上です。ありがとうございます。エストレージャ監督の永田監督です。はい、はい、よろしくお願いします。ソーシャルフットボールについて何か一言お願いします。はい、病気を持っていても健常者であってもそういうのは関係なく、目標を持って、一緒に楽しくフットサルができればいいなと思います。でまたそれ、目標をお互い持ちつつ人生が裕福になるように一緒に頑張っていきたいなと思ってますので、いろいろ気になる方がいましたら声をかけてください。一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。